駅前通り、ハノーファー中央駅は、ドイツニーダーザクセン州ハノーファーにある、ドイツ鉄道とハノーファーエースバーンの鉄道駅。アイスの停車駅であり、各し用都市と結ばれている、六面十二線の地上駅。1日の平均乗降客は、約25万人。駅前には、19世紀前半のハノーファー王である、エルンスとアウクスと一世の像が建てられている。 ハノーファーの歴史を物語るとともに、待ち合わせの箇所としても利用されている。1843年に最初の駅舎が建てられ、1876年から79年にかけて現在の駅舎が建てられた。第二次世界大戦によって甚大な被害を受けたが、戦後に再興された。1960年代後半より、ハノーファー LRT のための地下トンネル、 地下駅の建設が進められた。1976年より LRT の運行が開始され、地下駅が使用されるようになった。2000年にはハノーファーで万国博覧会が開催されたため、駅とその周辺の改修が行われると同時に、同駅を中心とした S バーン網もスタートしている。近隣にはハノーファーメッセラーゼに駅があり、 国際見本市などが開催されるときはこの駅にもアイスが停車する。ハノーファー万博の最寄り駅であったため、ハノーファー万博駅などとも役出された。ありがとうございます。